明日に迫ったプロ野球ドラフト会議で巨人、阪神、オリックスなど複数球団の1位指名が確実視される関内の左腕、金丸夢人投手、すでに12球団との面談を終え、全球団 OK の意向だが、父の雄一さんは、意中の球団は、阪神、オリックスの裁判2球団であることを明かした。大学では1年秋からベンチ入りして以降は、負けない男、として、18連勝を含めて通算20勝3敗、防御率は 0.83 と驚異的な数字を残し、秋3連覇にも貢献した。まだ実感はありませんが、ドラフト1位で指名されることを目標に取り組んできた。ドラ1というのは期待の大きさの表れでもあり、その期待に応えたい。指名してくれる球団が多ければ多いほど嬉しいし、ありがたいです、と話した。リーグ違うけど竹内以上の逸材とは言われてるな。投手からしたら甲子園に行きたいのは当然、球児の設置にしてピッチャーに有利な場所。本当に良い目をしている。輝いて見える。下級生からエースとしてチームを支えてきただけある。金丸、宗山という投手野手に長目玉がいる今年のドラフトは各球団悩ましいところ。楽しみなドラフト。強豪必須の大学左腕ナンバーワン投手にとってはまさに運命の一日となるドラフト会議だな。意中の球団がくじ引きで引き上げてくれれば本人は万々歳。12球団 OK とは言っているが、希望球団以外が交渉権獲得したらどんな表情を浮かべるのか注目したい。ついに地元出身者でタイガースを志望する選手が現れたか。一昔前だと地元出身の選手から絶対に入りたくないと公言されてたな。その頃のことを思うとタイガースに入りたいという選手がいるだけで嬉しく思う。地元出身者でタイガース希望もあるなら指名すべき。藤川新監督の初仕事、